おととい、ローソンが地域限定で販売を始めたのが、山北みかんのゼリーをトッピングしたとろ生食感のチーズケーキと、山北みかんのゼリーをサンドしたふわふわスフレです。生産者の高齢化で生産量の減少が懸念される山北みかんの魅力を多くの人に知ってもらおうと、今回ローソンがスイーツの開発に乗り出しました。販売初日には2つの商品合わせて3万個が売れるなど、中四国と近畿の店舗で販売するスイーツの中で今週最も売れているということです。今日は新商品発売の報告のため、山北みかんの流通販売を手掛ける山北みらいとローソンの担当者が知事のもとを訪れました。浜田知事、試食して食リポです。スフレの方は鮮烈な甘酸っぱさを感じました、はい、若いっていう感じですね、はい、でチーズはどちらかというともっと大人の甘さっていうんですか、同じ甘酸っぱいんですけど重厚な甘酸っぱさがあって、2府4県そしてこの中四国の9県の皆さんにローソンを通じて山北みかんの素晴らしさと良さというところを改めて理解いただいて喜んでもらうことを目的にしたいなと思っております。ローソンはこの2つの商品を中四国と近畿のローソンで20万個販売する予定です。